中国の潜水艦が日本近海に潜んでいることをご存知でしょうか。最近、防衛省が中国潜水艦の存在を発表したことでも理解できます。これは氷山の一角なんです。今回、対潜能力世界でトップの日米 P1B は地上海域を詳しく見ていきますね。やはり、日頃の訓練の賜物ですかね。海自潜水艦を探すよりも、中国の潜水艦はすぐに発見できますしね。最近、特に中国の脅威が増大しているのは、毎月のように報道されるニュースでも明らかです。それを意識してのことでしょうか。海上自衛隊とアメリカ海軍の対潜特別訓練が実施されました。今回は、この様子を紹介したいと思います。敵役になったのは、海自の潜水艦だったそうですが、アメリカ海軍は、発見にも苦労したようですよ。2021年6月22日から24日の3日間、紀伊半島沖合の海空域を海上として海上自衛隊とアメリカ海軍との合同軍事演習、対潜特別訓練が行われました。3月には種子島東方の海空域でも実施されていたので、今年は2回目ということになります。海上自衛隊とアメリカ海軍合同での対潜特別訓練の歴史は古いようです。最初に実施されたのは、今から半世紀以上も前の1957年、昭和32年ということです。太平洋戦争終結5年後の1950年、昭和25年にスタートした掃海特別訓練の次に、長い期間行われてきた訓練です。今回の対潜特別訓練には、海自からは、潜水艦1隻と B1 対潜哨戒機3機、アメリカ海軍からは、B1、地対潜哨戒機が4機参加したと推測されますが、潜水艦の種別等の情報は公開されていません。まあ、機密情報ということなのでしょう。画像が公表されていますので、それから推定すると、海上自衛隊の P1 対潜哨戒機は、厚木基地の第4航空軍の第3航空隊所属、アメリカ海軍の P1 対潜哨戒機は、沖縄配備の第10哨戒飛行隊所属の機体と考えられます。こういった参加陣容から判断すると、海自の潜水艦を敵艦艇と想定して、上空から海自の P1 対潜哨戒機とアメリカ海軍の P1、地対潜哨戒機が連携し、探知行動及び攻撃を想定したものだったと思われます。P1、P1、地は、両機ともに対潜哨戒機ではありますが、対潜兵装も実装可能な機体です。そのため、探知行動、追尾行動から攻撃までの一連の戦術的流れをシミュレーションした訓練を行ったとみられています。海上自衛隊の P1 哨戒機ですが、それまで使用していた P3C。アメリカのロッキード・マーチン社製でした。その P3C に変えて、川崎重工業と防衛省が共同開発した日本国内産の哨戒機が P1 なのです。2013年、平成25年から各基地への配備がスタートしました。現在のところ、B1 の製造数は31機です。予算は39機分まで承認されたようですが、80機だった B3C より、航続距離や対空時間などの性能が向上したことから、B1 は合計70機程度の購入に止まるようです。B3C より優秀だから、数が少なくても大丈夫という判断を下したと。いうことでしょうね。量より質ということでしょうか。以前、日本には
武器輸出に関して厳しい制約がありました。近年、そのハードルが徐々に下がっていることもあって、B3C 哨戒機を使用している国々に、その代替機体としての P1 の需要拡大を狙った輸出契約を目指す活動が展開されるようになりました。B1 の輸出対象国に、イギリスやニュージーランドが候補となったこともあったそうですが、残念ながら本契約には至りませんでした。この両国も含め、話を持ちかけた国の多くが、アメリカと同じ P8 を採用することに決定していたのです。サイズを比べてみましょう。B1 は、全長 38M、全幅 35.4M、全高 12.1M で、4機のターボプロップエンジンを搭載しています。最大離陸重量は 79.7 トン、巡航速度は 833km 時で、航続距離は約 8000km という長距離を誇っています。P は、地は、全長 39.5M、全幅 37.6M、全高 12.83M で、搭載しているターボプロップエンジンは2機です。最大離陸重量は 85.8 トン、巡航速度は 810km、時でこちらも約 8300km という長距離の航続距離を誇っています。大きさとしては、B は、地の方が少し大きいようですが、エンジンの数、2機か4機か、以外は、大きな差はないようにも思われます。といっても、前述のように、イギリス以外にも、オーストラリアやインド、韓国も、B は、地の採用を決定しているのです。アメリカやオーストラリアが採用しているのは、B は、地哨戒機の中でも、A 型と呼ばれている機体です。この機体と従来の P3C や、海自の P1 とは、大きな相違点があります。それは、A 型には MAD という磁気探知装置が設置されていないのです。MAD は、正式には、マグネティック・アノマリ・ディテクト・オアと言います。地表の磁場の乱れを探知して、地表からは見えない地中の構造や物体を探知するための装置のことです。軍事用の MAD は、対潜哨戒機などに搭載されて、潜水艦を探知するために使用されるということです。もっとも、B は、地を製造したロッキード・マーチン社は、磁気探知装置を使わなくても、その部位で対応できると言っているようです。その部位というのは、機体から水上に投下して、音波を発し、ターゲットの反響によって、敵の位置を探知できる機械です。このその部位の性能が向上したおかげで、MAD と同等の探知能力が備わったと説明しているようです。ただし、インドへの輸出型である I 型に関しては、インド海軍のリクエストで磁気探知装置も設置されています。このように、購入先の要望があれば、オプションとして、機体に後付け対応も可能ということで、柔軟性があると言ってもいいでしょう。アメリカやオーストラリアが使用されている P は、地 A 型には、MQ-4C トライトンという、大型無人航空機 RQ-4 を海軍仕様とした機材とのセット運用が、デフォになっているそうです。この MQ-4C トライトンは、有人航空機と比べると、はるかかに優れた連続飛行能力を持っているとされています。発見した目標 AP は、地 A 型哨戒機を急降させて即応させるという任務が期待されているようです。ということは、総合的に哨戒能力が向上することを期待しているのでしょう。MQ-4C トライトンは、海面に、
近緯極低空を飛行する機体です。海はいつもないでいるわけではなく、風によって波が立つこともありますから、どうしても海の潮の影響を受けることになります。潮を浴びれば、鉄製のものは錆びてしまいますね。MQ-4C は、塩害等への耐久性を非常に高めた機体です。P は、血を使用するアメリカ海軍は、大型無人潜水艇エコーボイジャーの開発も、ボーイング社と共同で、並行で行っています。これについては、未だ正式採用ではないのですが、多面的な哨戒網の構築が予想されます。このエコーボイジャーを製造しているのが、ボーイング社です。ボーイング社といえば、航空機を作る会社として有名ですが、この巨大企業が無人機を製造するというのは、覚醒の感といいますか、意外ですよね。しかし、最近のドローンなど、無人小型機の需要が高まる風潮を見ていると、無人兵器という概念は、企業間の垣根をなくしていく方向性を示しているものではないかとも考えてしまうのです。